東京で開かれていた日米財界人会議は、世界で保護主義が高まる中、グローバリゼーションの重要性や TPP の早期批准を求める共同声明を採択して閉幕しました。今回で53回目となる日米財界人会議は2日間の日程で開かれました。共同声明には TPP について日本の国会での早期承認に期待するとともに、アメリカに対しても必要なあらゆる手段を可及的速やかに講じ、実施法案を可決するよう強く求めるなどという文言が盛り込まれました。来週に迫った大統領選挙で TPP に反対するトランプ氏が勢いを増していますが、アメリカ側の議長のレック・ライター氏は、選挙後どうなるか読み当てることはできないと述べ、情勢は不透明だという認識を示しました。その上で新大統領に対しても政策を見極めた上で TPP の承認に向け経済界として働きかける考えを示しました。